応募アカデミー大学はフィンランドのトゥルクにありスウェーデン語で教育が行われる大学。応募とはトゥルクにおけるスウェーデン語名称である。1918年に設立されトゥルク市にある3つの大学の中で最も古い。2004年現在7941人の学生と1125人の職員が在籍する。キャンパスはトゥルクのほか、バーサ、ヤコブスタード、 ヘルシンキ、オーランド諸島にも構えられている。私立機関として設立した大学であるが、1981年に効率化した。1640年にトゥルクで設立し、あと2827年のトゥルク大化により、ヘルシンキに移転したオーリツアカデミーと混同しないように注意すること。大学の規則により、北欧諸国出身でスウェーデン語を話さない入学望者は、 スウェーデン語のテストを受け、同語で支障なく学べる能力を持つことを証明する必要がある。一方、北欧諸国以外の出身の志望者は、試験の言語をスウェーデン語か英語から選ぶことができる。加えて、以下の施設や共同プログラムを有する。ありがとうございます。